とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、マタロウでボスラッシュ行きます。エルゼメキア、ゾディアライア、そしてサメキホジロウに最後にマゼラボルトの方だね。タイタンはまだ行けないので行きます。で、使うキャラクターはラストティーライン。この前はちょっとティーラインを使ったので、ラストティーラインで行きます。必殺技は氷塊ゼロストーム、4つつけてるね。これで行ってきましょう。もちろん極です。ではまずはエルゼ行きましょう。なんかさっきね、ナント君で戦った時にクイーンズブリザードがあのマジカルベールで弾かれなかったのよね。なんだろう、氷属性は弾けないとかかな。どうなの、ちょっとマタロウでもやってみよう。あ、マタロウ必殺技ね、氷塊ゼロストーム、弾かれない。通常攻撃はもちろん、うん、弾いてくるんだけど。なるほどね、おそらく氷属性は跳ね返すことができないんだろうね。そうかそうかそうか、氷属性は OK かにしても、やっぱまあ相変わらずダメージ高えな。常にちょっと防御力上げとかないと結構つらい。よしよしよし、まあうん、防御力上げとけばダメージ半分ぐらいで済ませれるね。オッケーオッケー。あと氷塊ゼロストーム、威力はそこまでないんだけど、でも最使用時間が20秒なんでそこそこいいね。いや、クリティカルはきついな。クリティカルきつい。やっぱりクリティカル無効装備は優秀だね。宇宙服もうあと2つぐらい欲しい。でもあれ出ないのよ、あのガチャゲンはなかなか出ない。うん、しあれもう1個前のやつだもんね。1個前のやつだからレベルが350ぐらいの防具なんで、もうちょっとレベルの高い宇宙服があればいいけどね。多分ないな、多分ない。うん、そういうのがあればいいけどね。じゃあまあとりあえずガチャはねどんどん引いていけるんで、今後も狙っていこう。アップデートも多分来週か、遅くても再来週ぐらいには来るでしょう。うん、アップデート楽しみ。次なんだろうね、どんなアップデートをしてくれるんでしょうか。めちゃくちゃ楽しみ。まあ、レベル上げがね、今よりももう少し楽になればいいんじゃない。うん、12月ぐらいにパッケージ版を買って始めた人はレベル上げがちょっと辛いと思うんで、うん、その人たちがねもうちょっと入りやすくなればいいんではないでしょうかね。よし、次ゾディアライア行きましょう。ゼロストームがねちょっと範囲が狭いっていうか、横にね狭いのよね、縦には長いけど。なのでこういう乱戦の時にはちょっと向いてないかな。いけ、はい、おお、いいね、いいよいいよ、むしろいっぱい増やしてくれてアイテムをいっぱいゲット、こういう風に考えとこう。うん、もうラストティーラインは防御アップがあるからめったなことじゃないと死なないんで、いいね。ノズチカ、ノズチカよりも多分防御力上かもしんない。数値的にはノズチカが上だけど、このバフをね常にかけれるっていうところでかなり硬いもんね。よっしゃ、ちょっとなんか雑魚的一緒に倒したいな。オッケーオッケーオッケー、いいよ。
ザコも一緒に。よいしょ。オッケーよ。あーポーズ取っちゃダメ。ほんと。お今のは、あれだよね。ホーンガーディアンだよね。スティンガーか。ガーディアンは違った。ガーディアン全然いらないし。いいよいいよ。多分ここで出たってことはレベルが700ぐらいのやつなんで結構使えるよ。オッケーオッケー。どこ？むしろこれはキャンセルせずに、いた。増やした方がいいね。めちゃくちゃ美味しい。でもちょっと時間かかりすぎか。でも普通のキャラはこれがやっぱ限界よ。こんなもんですよ。じゃあプラズマ、プラズマは回避で当たって消しとかないとね、ちょっと後々になると面倒くさくなるところがあるんで、あと半分かな。っげーな。よし、じゃあ待って待って待って、はい、あっと、よしよし、あ違う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 、ゾディアライヤを狙いつつだよ。あわよくばザコも一緒ぐらいの感じでいきたいね。いい感じいい感じ。プラズマは回避で消す。うん、でも本当にね、陣平の火力の高さが分かる戦いになるわ。本当陣平って強いんだね。よっしゃ、いっけ、いいね。よっしゃ、プラズマは絶対食らうな。よっしゃ、僕を信じろ。あ、やば、アップね。私は負けない。私は。オッケー。プラズマ食らうなよ。よし。オッケー。回避して出た瞬間に全部消す。全部は無理。よーしゃ。危ねえ。結構食らうけど。ゾディア・レイは結構食らうけど、やっぱ防御力上げてると全然いいね。全然いいわ。よし、出た瞬間倒す。うん、瞬間倒せてない。なんか出たよ。おお、いいね、モーガスティンガー。よっしゃ、一緒に倒れろ。おっと、また増えちゃう。いいよ。ああ、いやいや、痛い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 、いった、めちゃくちゃ痛い。死ぬほど痛かった。オッケーオッケーオッケー。もう倒せるね。よし、やっぱ危ねえ。プラズマ今絶対食らったと思った。アップな。よし、一緒に行け。うわ、レアゴリゴリ出る。よし、もうちょっとだ。もうちょい、あと一発だね。プラズマ避けてから行こう。おぶし、あ、もう出た時に倒そうかの方がお得だし、お得。いっぱいアイテムここ出るわ。超美味しい。はい、じゃあちょっと長くなったけどね、次のボス行きましょう。美味しかった。お、珍しいな、サメキホジロじゃなくってキングドジュラス倒しましょう。俺どっちかというとこっちの方が好きかな。俺はどっちかというとこっちの方が好きです。
サメキホジロの方が戦いやすいっていう人もいるけどね、俺はこっちの方が戦いやすい。でもこっちはねドロップピンがね落とすやつが美味しくないんで、それだけはちょっと嫌かな。出るやつがねいいやつを出してくればいいんだけど、こいつからね美味しいのが出た記憶がない。おそらく出ないんじゃない、多分ね。小次郎くんほどね攻撃力もないし戦いやすいと思うけどね、的もでかいしね。はいはい、サクッといくよ。まあまあ太郎だからそんなサクッともいけないんだけど、やっぱり芸能人ガットじゃないとちょっとつらいか、高速で倒すっていうのは。でも全然、ああ、そう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 、あれだね、境界ゼロストームは連発しちゃったんなの。連発すると2回目が出ないのよ。なので何秒か置いてから次の攻撃を打たないとダメだ。忘れとった、あぶねえ。ボスにしたらねだいぶ時間がね変わってくるからね。よっしゃ。でもこの程度か、結構攻撃持ってるつもりなんだけどね、これぐらいがまあ限界なんでしょう、マカロウの。はい、終わり。なんか出す、ウェルナ。まあそういう感じか。では最後マゼラボルトいきましょう。ラストマゼラボルト倒しましょう。まあこの単発打ちのやつは倒しやすいかな、隙を見つけやすいんで倒しやすいと思う。どうしても倒せないなーっていう人はなんだろうね、あーまた出た、俺それやっちゃった。どうしても倒しにくい人は通常攻撃をしないっていうのをやるだけでだいぶ勝ちやすくなると思う。通常攻撃はせずに必殺技のみで戦っていくっていうのがいいと思う。基本的に逃げながら動いて、で敵の必殺技の後に必殺技を入れていく、これが安全な倒し方だね。どうしても通常攻撃をガシガシ入れていこうとすると反撃を食らっちゃうもんね。でしかも通常攻撃のダメージぐらいじゃそんな減らせないんで、もう必殺技だけでいった方がもうほんと安全だし楽に倒せると思う。よし。でもマゼラボルト結構ね攻撃頻度が多いんで結構強い相手です。マゼラボルト、そしてマゼラタイタンあたりがね結構強いので要注意な敵かな。レベルがねまあ多分800とかあったとしても死ぬときは死ぬんで、即死攻撃を2回ぐらい食らえば軽くやられちゃうんでね、しゃあ、ちょっと通常攻撃も入れつついこう。こういうこともできるんだぞみたいなところを見せながらねいやそんなことしなくていいか。よし、オッケー。あー危ねえ、必殺技を行こうとした。行きなさい行きなさい、危ない。はい、避けて、あー危ない。ブレイズが結構注意、あとヘッドクラッシュの後に技をね重ねてくるっていうのも注意かな。それでねやられる人多分多いと思う。あーこんな感じでね重ねられるとちょっとダメージが来るんだろうな。マタロウは防御がかなり高いんで
大丈夫でもない痛い時は痛い。ちょっと豆取ろう。豆で無敵になりつついきましょう。いいねいいねいいね。よっしゃあ、いただく。いいね、これ豆はいいね。ほんと超優秀。そうだそうだ、これはね、ブレイズはメンタルで捨てるやつか。だからディフェンス高くてもあまり意味がないいいやつですね。じゃあもう少し。あぶねえ、行きなさい行きなさい、うん、あとジョブはね、夢見る少年少女がいいかもしんない。うん、ポーズ取った時にめちゃくちゃ回復するんでおすすめかな。あぶねえ、うん、ポーズ取ってね、結構回復するんで死ににくくなるジョブじゃないかな、あれは。よいしょ、あと一発かな。おい、あと一発、どこだ。あと、あ、もう二発だった。あー、ちょっと待って、重ねられると弱い。おっと、最後の最後きっついぞ。しゃあ、はい、ということで今日はラスト T ラインでボスラッシュ、4体倒してみました。まあ、火力はねそんなに高いやつじゃないので時間かかりましたけども、まあ、防御が高いのでそこそこ安定していけるね。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。